こんにちは。こんにちは。海の中央機のルイです。ポーです。松です。ということで今日は、松田さんと、一緒にご一緒することになったんですけど、はい、まあ、松田さんといえばサメラダムなんで、はい、今日はサメラダムに行きました。新州のね。新州のね。はい、1月初っ端やね。ね。はい。いや1月初っ端なんですね、はい。大事ですから。ね。でまあ冬の経験がないんで、はい、なくて。そうなんや。そうなんですよ。サメラないんで。はい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 、ね。今回はちょっと盗もうかなと技を。そうね。盗んで帰ろうかなと。なるほど。どんな感じの釣りがハマりそうですか。基本的にまあ1、2月はハマる釣りはないと思ってください。なるほど。合わせて。ハマる釣りはないと思ってください。まあそれだけ厳しいと。はいはい、まあ魚がさらにね浅いとこから消えていくんで。はい。まあ難しいのは。やったことなくても分かりなんとなくイメージだね。でもやっぱりいるところっていうのがもうピンであるのでそこをもう乱眼しても数打って当てていくっていう感じにはなるかなと思います。なるほど。はい。はい。まあ釣れたらいいけどね。ね。まあ冬やし厳しいから。まあ覚悟はそうやね。覚悟はしてる。覚悟はしてる。覚悟してる。目標は、まあ、まず一本。まず一本。まあまず。そうね。大丈夫。ね。硬いと思います、はい、もう5本とか言われたらどうしようかなと思いますけどねそんな厳しいですか厳しいと思いますねあ、まあ、寒波多分その何ですかこれ数年に一度の寒波っていうのが年末とかに来てたじゃないですかあ、まあ、それの影響はもう少なからずあるとは思いますよね、はい、数年に一度の大寒波です、うん、全国的なだいぶやばいやばいですね、 ねえ、まあ、そこはもう、はい、ね、もうなんとか気合で乗り切るね気合でね気合でねじゃあやっていきます。じゃあまずは1本。1本頑張りましょう。まずは頑張ります。この時期釣れたら怖いものないと思う。トータルで指数的に。リザーバーのもう1月ってなったらもう、うん、もうみんなお手上げよ。もう持っていくお手上げです。もう見ての通りもうあまり誰もボートいません。今回ね、ね貸し切りですっていう感じで、はい、広大な湖をね。そんだけやっぱ難しいっていうか一般の人からしても難しい自分がやっても結構難しいって感じるんで、うん、そこをやっぱ頑張っていきましょうはいはい、はい、お願いしますお願いしますお願いしますレッツゴーレッツゴーこういう感じここにリグルだけなるほどですはいありがとうございます松田さん命名スナップジカリグやスナップジカリグ進化変えれそうやねすぐおー変えれそうなるほどねらしいですデータでガッツンってやったらスナップの方がね曲がったりするけどスピニングの吊るしとかそういうのは全然強度的には問題ないなるほど思いますはいよし釣れたな、うん、早いね5g ジャスト 5g があったんでこれでいきましょう僕も同じのリグします立ち木がゴージャスすぎるから魚常におるんやけど、はい、あの風モードになってるかどうかやねああインサイドやね気持ちがマジかはいやってみようもうリグル冬の釣りでマジかこれのね、3メートル右かな3メートル右で多分3ずれたら5メートルは変わるかな5メートル、6メートルはね3、6みたいな落ちとるから一旦ちゃいますそのより怖いマジで来るかそんなに甘くないかなめっちゃいける今狙っとるところでまあ19ってとこやねこれコーンとか絶対コーンかもうヌーやから全部で全部ヌーまだまだ1メートル釣れたら全然ポイントさっきのは真下って分かったから、はい、真下にシューって入ってて金とかでもこう開け
のストラクチャー狙うときに、じゃあ15メートル下ですとかなったら、はい、絶対ずれるから、手外職行って、たまたま入ったらザン。なるほど。たまたまはないけど。なんちゃう？走った。走ったね。枝乗って、そう枝乗って止まって、多分。枝乗ったらあんな感じなの？枝乗ったらボトムついたのと一緒になって、だんだんこうコロンってこうこう凍れる感じ。こんな感じか。凍れる時にもう食ったけど離したね。へえ。あんな感じだ。あれはコールじゃなかったね、完全にね。うわ。うわ。今ドン入ったね。ドン入ったね、竿。だからまあなんかそのいや今だけむずいと思って寒波食らっとるからやっぱこうショートバイトっていうかサーンってこうほう直りがむずいな。3バイトやばいねこれ。ありえるね。落としただけやで。へえ。ドンって入ったからね、こう次もうバイトなかったらもうそのルアー見せたらいかんから、はい、バイトなかったらもう次帰る。やばいね今。俺もビビった。こんな三回もドーンとドーンとサムにも入ったし、でも巻き合わせもできてたんで、あのこっちのミスじゃないです。もうそういう魚のコンディションっていう。なるほど。今の面白かった。ねえ。して。やっぱりめちゃくちゃついてるやん。もうザラザラっすね、マジで心配。残念、3匹に。すげえ今のだけ取ってたらいいんじゃない。ザラザラっすね。あ、ほんまっすね。根元まで行っとるけど、ここすごいっすね。おろしたてのね、やつやな。だから急走で釣ったやつ。おおほほほほほほお豆でございますいやいやけどけどけどですよね、顔が曲がっておりますいやいやけどまあまあ、まああざっ、すげえ。すげえ。こんな釣れんの。うん、大好きです。ありがとうございます。これ初めて釣ったこんな。あ、本当ですか。だから白いバス。白いね。びっくりした。あ、エビ食っとる。来るこれ。お、10センチ。なんかエビ見えます。エビ。あ、ほんまですね。はい、映りました。はい。こんなん食ったんやと。見てる、いくん。エビやで。うん。マジや。まんまエビっすね。ほう。もう今食って、越冬したんすね。これを食ってますね。ここ初めて見たっす、僕も。へー。ありがとう。やりました。ナイスです。こんくらい。めっちゃウケる。お、すげえ。うまめやね。これやで。マジか。サオ、サオ。いやいやけどけど。けどけどですよ。うん、違う。ね。はい。さっきとリーグは違う。これダウンショット。ダウンショットですか。あ、でも魚おるね。探っていきましょう。探っていきます。お、ダブル。一応。おお。すげえ。これはタッチ。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。貴重な魚ですね、だけど。ですね。ダウンショットですね。ダウンショットで。はい、ありがとうございます。
でっかいのは上おるね絶対。だから途中でさっきみたいにホール中に食ったやつとかはもうやばい、とんでもないやつ、とんでもないやつか。そのとったらやっぱ俺今年初めてあんた黄色いの釣ったもん今黄色いの釣ったことないって言ったやん。はいはいはい、見せたら通した方が多分でかいのは出るけどね。初このめっちりポトム釣ったらやっぱ黄色いの釣れるんやなって分かった。マジ。おおおお。おるおる。すげえ。投げて。どうしたおるんか。いやこれなんかバスじゃない。気がしてきた。そんな感じですか。あ、バスや。あ、バスか。うわ。いくぞ。おお。バスっぽいバスやね。落とし始めて。冬っぽいバスです。ナイスバス。 HP シャットでインフィニホビットの DS デルタですね、進化ですね。やっとバスっぽいバスです。います、はい、魚います。あとはルイ君にですね、はい、頑張ってもらいましょう。とどめのビッグバスを狙っていただきましょう。もともとレになったなで落ちて、多分ちょうど角に落ちて、はい、プッてやったらもう食ってたんで、頑張れ、ルイ。バス。天井じゃなくて、ここのどこ、ちょっとずつ刻んでいく自分の感覚で。あ、これ天井より深いなって思ったところを、どんだけ当てれるか。なるほど。いや、手が痛くない。痛くない。あ、突然来たね。突然来ましたね。まっすぐやったね。突然の。あ、サイズはいかに。あざーす。これでも。ナイスフィッシュです。釣れました。冬っぽい魚ですね。ね。はい。ダウンショット。ダウンショットで。インフィニホビットのデルタ。64UL です。64UL。ですね。はい。ありがとうございます。ナイスフィッシュです。ありがとうございます。じゃあ次は、次こそルイ君で。なんかもう、俺なんか。通りいいね。いけん。いや、よっしゃった。イエーイ。可愛いけどまあよかったよ。一番でかいの来るかと思ったらめっちゃ可愛かった。まあでもよかった。まあでも、うん、貴重なバス。ここまでありがたし、ね、ありがたし。ね、1月にしては貴重なバスや。そうやね。じゃあ見せたって。しかも一投目バリバリ大事やでって言ってからマジで一投目やね。でしたいいね、ドライブビーバーの31。あ、ほんとやよかった。いやいや、よかったよかったよ。貫通しとるね。おっしゃ、引っかかることが分かったね。分かる。どうだった。今でも当たり明確やったね。はい、トントン。よかった、トントンでした。もう僕は竿持たない。いやいや、持ってください。今も持ってない。気ゆる、気抜いたらいかんでっていう一言がなかったらもしかしたら今も生まれとったかもしれない。思いますね。
なった後に送ったタイミング的に早かったね。そう、顔正したよ俺。なんか送ったりメッセージとか。そうやね、それがいいね。その形状的にもうそこ合わせしてないからね。はい、今のとかも文とかじゃなくて、あ、もう次アクションしようとした思いでもう合わせとるやん、はい、ほぼ、多分。残念、そう、立ち木があるんですよ。それほぼ狙ってるんですよ。見てない。お、来た。遅い。遅い、食ったってた。いや、めっちゃ半信半疑やって。いや、でもな、さっきの岩のあれがあるもんなんで。なるほど、ナイスナイスナイス。ラインが完全に、まあまあ、お、でかカマ。おお、レイ君来たね。でかい。やった。よかったです、よかった。これでっかい。これ待ってた。五感勝ったもん。よっしゃ、カメラどうぞ。よかった。いや、釣れんでよかった。一番なんか冬じゃないらしいビッグコンディションやね。ちょっとアップでやっちゃって。口ちっちゃい。どこ出た、出た。いいね、いいね。よかった。来たね。よかった。待ってました。待ってたわ。ねえ、おめでとう。よかった。素晴らしい。めっちゃよかったっす。マジかよ。この LINE のディップのこの入り方とか見よったら、ちょっとそれ食って食っとるよって。いや、釣れたね。釣れたね、よかったね。完全に、うん、もうここ投げてください状態。ああ、まさかのね。しかもボトム取って、うん、こうしたらそくんって。おう、ちょっと遅かったけど、うん、まあよかったよかったね。来たね。ありがとう。はい、私もよろしくお願いします。はい、ほんまや。ほんまや。新年の挨拶、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、バスにもシャス。バス、はい。ルアーは、はい、HP シャッテールの、はい、ゴリミストブラック 2.5 インチのボンのリグはダウンショット。ダウンショットちょっと重いけど、5g ぐらい。ほうほう、こっちの方がそこ取りやすいし。そうやね、みたいな。なるほど。4ポンドの 5g やね。そうですね、4ポンド。これ3かな。3なの。3ですよ、これ。マジで。あ、それ知らんかったわ。あ、ほんとですか。あ、ほんとですか。ごめんね。すげえでした、はい、ナイスフィッシュ。一番大きいね。一番良かった。なんか、ぬるってこうやってくるやつが気づか。そう、多分でも実際糸がめちゃくちゃ伸びるから、はい、めっちゃ分かりにくいと思う、本当に。地獄絵やね、バエンやつ。パパが歌ったらいい。大丈夫。これが冬の釣りですって言わないか。いいですね。おほほほほ。おほほほほ。おほほほほ。おほほほ。来ましたね。おおおお、来ましたね。来ましたやん。これなんだ、これは。これはバスじゃないやつだ。ここにですか。なんかあんなに猛ダッシュせんでしょ。だって上、あ、これ違います。あ、そういうこと。そんなこともあるね。なんでしょう。これバスじゃないですと思ってますけど、バスや。おー、ごめんなさい、バスでした。おお、と上来てもすげえ。バスかーい。ナイスフィッシュです。釣れました。よっしゃ、ジャップ。ナイスフィッシュです。ありがとうございます。 63mm のジカリグですね。ジカリグ。あ、ほんとはい。ニゴイかと思ったっす。上まで来て引くんでニゴイかと思ったっすけど、まあ、あの木の枝にはおらんでしょう。はい、ナイスフィッシュです。ありがとうございます。ヒレピンかっこいいですね。はい、
いいっすね、うん、これなんかかっこいいバスです、ね、ありがとうございます。 63ML です。あ、僕のシーンばっかりになってもしたいな。いやいやいやビビったもん、絶対こんかと思った。じゃあ、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう寒い中ね、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。めっちゃ難しかった。さすが1月やね。めっちゃ難しかったっす、うん、まあけどまあ、うん、目標の1匹は達成した。確かに達成できたね。しかも結構いい方も。そうだ ね、 ジャップやったね。いや、よかった。見事な食ってるやつやったね。釣らしてもらった感ありますけど。全然全然全然めっちゃ良かったです。確かに。どんな印象やったっすか。そうっすね、まあ初めてやもんね。そうですね、うん、シーズン中のサメらしか知らなくて、うんうん、もうちょいすんなり食うかなと思うんですけど、そうでもなくて、やっぱり1月のだけあるかなって感じです。確かに。カンパもでした。そうですね、はい、まあ、僕も難しかったですと思います、だいぶ。本当か。いや、難しかったと思う。難しかった。釣らせるのも難しいし、そのイメージ湧いてないのも伝わってくるけど、でもいい経験にはなったんじゃないかなと。はい、ゼロじゃないからね。いや本当にね、ゼロじゃないしね。はい、確かに。いろいろ技盗めたかなと、うん、盗めたのかな。感覚もね。なるほどなるほど、こういう感じかみたいな、うん、本当もう知らん釣りが学べただけでも、うん、OK やね。 OK ね。 OK ね。それはよかった。今年一番の収穫やね。そうやね。はい、よかったです。知らん釣りなのか。知らん釣りやね。いやけど、でもなんか水深でね、見えないものをこう釣るみたいな。確かにね、ないんで、いい経験だったと思います。了解です。はい、また今年もどうぞよろしくお願いします。あ、ほんまや、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。僕が言うてもあれやね。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。